こんにちは、ゼキザップです。今回の動画は9月3日に行われました株ミーティング魚沼のツーリングのラストとなっております。そんなわけで先ほどまで株ミーティングの方に参加していたわけですけど、非常に盛り上がりましたね。これは来年への期待値が高まりましたということで、これから群馬県にね一気に帰っていく感じになります。で、まだ自分昼飯を食べていないんですよね。なのでとりあえずはこのね新潟県で何かしら美味しいおにぎりを食べられればいいかなと思っております。お、看板がありますね。これで南魚沼に入りましたね。本当はね魚沼株ミーティング行ったからには魚沼で何か食べようかと思っていたんですが、つい最近、ちょっとね公開している動画の時系列上はもうごちゃごちゃになっているんですが、魚沼で美味しいおにぎり食べてるんですよね。なので、今度は違うおにぎりを、ね、食べてみようということで、それで Google マップ見ていたら、なんかこの17号の北区道沿いになんかおにぎり屋があったんで、そっちの方に向かっております。やっぱここの小玉屋でしたっけ、店長と高橋さんが一緒に飯食べてた場所なんですけど、やっぱここも人気ですよね。すごい混んでますね。なので時間に余裕がある時は、ぜひ寄っておきたいなと思っております。いや、それにしてもこの魚沼南魚沼って意外と長いんですよね。ひたすらまっすぐ走るだけなんですけど、意外と距離があって、なんかね思ったより前に進まないんですよね。ただこのね黄金色の景色だけは本当にすごいですね。これも今頃行ったらもうなくなってるのかな。なんかそろそろ新米の季節ですよね。なのでこの9月下旬もう1回ぐらい新潟に行きたいな。ちょっと悩ましいですね。なんとなく見覚えのある景色になってきたんで、じゃあそろそろおにぎり屋がある感じですかね。ありましたね、こちらですね。前々から気になっていたんですが、ようやく寄れますね。さあ、ということでね、おにぎりを3つ買ったわけですが、こんな暑いところでは当然食べられないので、もう少しね、山の方に入って、涼しいところで食べたいと思います。この新潟、実はもう気温がね、38度とかだったかな。すっごい暑い日だったんで、とにかくは涼しいところに行きたいなという感じです。で、今年の新潟本当に暑かったんですよ。なのでね結構ツーリングしてて過酷でしたね。さあ、ここから先は上りですね。そして後ろにあのスーパーカブはやたらと速いんだけど、どうなってんのかな。カブミーティングの後なんで結構カスタムしたカブが走ってるんですよね。とりあえず自分はねもう上りが遅いのは分かりきってるんで、こっちのね譲る車線の方に入るわけですけど、果たしてどんなカブが走ってきたのか。お、すげえ細いだろうな。これはそうですね、ボアアップしてますもんね。それは速いわけだ。で、その次はなんだあれ、あれは 125cc 以内だぞ。あんなに速いもんのか、それともハンターカブが遅いだけなのかと思ったら、また来たぞ。あれは新型、ついに新型ハンターカブにまでぶち抜かれましたね。やっぱり自分のハンターカブの上りが遅いっていうのはこれでもう証明されましたね。明らかにただ単純にボアアップして 125cc 以内に収まっているスーパーカブにもついていけないし、新型のハンターカブにもついていけないということで、終わりましたね。もう完全に遅いことが分かったんで、ただまだちょっと開けられないんですよね。この後便利おじさんとまたロングツーリングとか予定がいろいろ入っちゃってるんで、もう少しこの状態でね頑張ってもらいます。とにかく体丸めて頑張って登るしかないですよね。あとはもう少し涼しくなってくれば、ハンターカップもね少しいたわりながら走れるのかなと思っております。いやー、ほんと頑張ってほしいですね。どうにかこうやって登りきるか。それにしてももうね、前方にいたスーパーカブ2台がもう全然見当たらないということで、いや、ここまで開くもんのか。しょうがないですね。さあ、これでどうにか終わりましたね。いや、過酷だった。これであとはね前方のトンネルさえ抜けてしまえば、ひとまず道の駅までは下りになるんで、一休憩って感じですかね。で、どうせここ寒いんだろうな。やっぱりしょうがないですね。どうにか体を震わせながら走り抜けていきます。さあ、これでトンネルを抜けて下り入って、ひとまず休憩ですね。いやー、頑張ってくれましたね。そしてこれで左側に道の駅三俣ですね。
ここで買ったおにぎりを食べつつ、お腹に余裕があったらソフトクリームでも行きましょうかね。うん。そして、まあ、株ミーティングの後だから、やっぱ群馬県から参加された方々はここに集まってるのかな？奥にいましたね。ようやく食えますね。今時刻が1時10分で、ようやくお昼ご飯ですね。シンプルな塩おにぎり。おぉ。では、いただきます。さあ、そしてお腹に余裕があったんでソフトクリームも行ってます。なんか結構待たせちゃったねということで、一巻きぐらい多くねやってもらいました。ラッキーでしたね。さあ、それではね、これで腹も満たされたので帰っていきます。いや、おにぎりについては今回塩おむすびと、あとは鮭と味噌の3種類食べたわけですけど、塩おむすびが一番美味しかったですね。具が入ってるおにぎりはなんか具の味が強すぎて米の味が分かんなかったですね。うん、まあシンプルにね、自分とか普段安い米食ってる場合はなんか新潟の米食うだけでも感動するんで、やっぱりこう味控えめのね、米を重視したおにぎりがいいなと思いました。さあ、それでは、これから三国峠を越えて帰っていきます。まあこっから先はもうね、誰にも抜かれないかな。うん、まあそう願うばかりですね。まあとにかくはどうにかこのハンター株三国峠越えを頑張ってほしいですね。うん、とりあえず今のところは下りなので問題なしですね。そしてまあなんか道の駅でみんな休んでるからか、もう後方はいないですね。なのでまったりと帰っていきます。まあ今回のツーリング、まあ朝の方から思い返してみると、やっぱり草津の上りであれだけ失速して、渋峠で時速30キロ、そして今回の帰り道で、スーパー株およびハンター株にぶち抜かれるっていうね。うん、やっぱりこの遅さは勘違いじゃなかったということで、そうですね、ちょっと貯金頑張ってね、しっかりとこのハンター株はね、冬になったら直したいと思います。まあとにかくは今はこれで走り続けるということで、三国トンネル到着ですね。ここの景色今年何回目だってびっくりするぐらいね来てますね。まあ本当今年は新潟方面が多かった年になりましたね。それと比べてね、全く行ってないのが山梨県ですね。あれだけゆるキャンの聖地で巡っていたのに、今年は全然行ってないということで、いや秋になったらせめて一回行きたいな。一度も山梨行かずに終わるっていうことだけは避けたいので、うん、どうにかね山梨は絶対に行きます。そしてここで猿ヶ京温泉も通り過ぎたということで、じゃあそろそろあれですね、エンディングって感じですが、あれか、もうちょっと体がだいぶ来てますね。でかなり眠くなってるんで、このまま行くとまずいな。うん、ちょっとふらつき始めたのであれですね、一旦休みます。さあ、これでトンネル抜けてきたので、ここの駐車場でちょっとだけ休みたいと思います。いやー、それ370キロぐらいで、今時刻が3時手前ということで、自分が起きてからもう13時間かな。うん、そうですね、13時間経ってますね。いやとにかく眠い。走りながら寝ても危ないんで、一旦ここで休憩して眠気が取れたらまた走っていきます。まあロングツーリング朝早い時はね、無理禁物ですからね。あ、そしてタイヤ、まあ、フロントは、あ、けどフロントも変摩もしてますね。多分 GoPro じゃ分かんないですけど。でリアは、あ、やっぱ今日で一気に減りましたね。よし、じゃあ眠気も取れたんで再出発しますか。さあ、それではここからはノンストップで、帰っていきます。いや、ほんと一日疲れた感じですね。まあ主な原因は早起きしたからというよりかは、まあ新潟が暑すぎたっていうところですかね。うん、あそこでだいぶ汗をかいてしまったんで、まあそれで疲れた感じですね。なのでそれで眠くなったのかなと思います。なのでまあ一旦ね、ちょっと体を休めてだいぶさっぱりしたんで、まあやっぱこういう風に適度な休憩を取るっていうのが本当に大切だなと思いましたね。うん、
まあ、バイク乗ってて眠くなることって、まあ、基本的にはないんですよね。やっぱ風を切ってるからっていうのもあるんですけど、まあ、それでも眠くなるってことは、まあ、よほど、ね、疲労が溜まってるということで、うん、まあ、そういう時は素直に休むに限りますね。ということでね、じゃあこれで、まあ、だいぶね帰ってきたんで、まあ、動画の方は締めにしたいと思います。でこの後の動画については、まあ、ホンダオート販売のイベント系の動画とか、あとは普通にねハンターカブで夏ツーリングした動画、まだ公開していないので、まあ、その辺のストックをね出していきたいと思います。で秋のツーリングについては、まあ、ちょっと後輩がね現場に入っちゃったんで、まあ、ちょっとツーリングのプランとかその辺修正が必要になってくるんですけど、まあ、メンバーそれぞれの予定を合わせながらね、まあ、うまくやっていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。